はい、皆さんこんにちは。小さなパン工房です。はい、私はただいま愛知県の方に来ております。というのも、明日からオフ会に参加するんですけれども、娘を中部国際空港に迎えに行きます。娘は福岡から、名古屋までやってきまして、そこから一緒に合流しまして、明日のオフ会に行く予定です。はい、合流しました。イエーイ。セントレアから聚楽園っていう駅までやってきて、そこまで迎えに来てもらいました。はい、ただいま乗っている高速は伊勢湾岸道路。はい、私間違えまして、今日これです。はい、3回目乗ってるのが3回目です。2回は間違えました。本当に難しいですね、名古屋の高速はね。はい、名古屋の道はね、難しいですね。そして今はですね、タリアのハイウェイオアシス オアシスにやってまいりました。ここでね、ご飯を食べたいと思います。はい、名古屋飯ということで、土手鍋丼かな。はい、頼みました。はい、赤味噌ですね。そしてこっちもめっちゃコテコテじゃない。コテコテ、明日顔パンパンですね。はい、これは顔パンパンですね。皆さん本当は違うんですよ。すごいボリュームですね。思ってたよりすごいボリュームでびっくりした。食べれるこれ。食べれる。なんかカツの上にまたカツ乗ってんだけど。静岡サービスエリアに着きました。はい、化粧落として、ね、もう寝ましょう。はい、ここから朝霧キャンプ場までは1時間ぐらい。その前にお風呂に入りましょう。はい、明日もね、ちょっと天気が心配ですけど。そうですね、 80% 雨の予定です。どうなるでしょうか。明日はじゃあ楽しみましょう。はい、楽しみましょう。皆さんに会えるので。ただいま朝霧高原に向けて運転中です。富士山は全く見えません。はい、ご覧の通り雨だ。雨でございます。めっちゃ雨だ。なんか富士山の裾らしきものは見えましたけど、はい、上はもう全く見えませんし、全く見えません。富士山どころかもう奥の景色すらも見えないですね。白く霞んでおります。霞んでます。残念だ。さあ、キャンプ場はどうなっているのでしょうか。はい、しっかりじい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 。あ、止まってる止まってる。おお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 ガタンゴトン。これ7つで正解ですね。ワイパーもつきました。うん、ありがとうございます。かわいいね。すごい、はい、ピンクの、ピンクのすごいかわいい。ありがとうございます。やっぱな、焼きそばをもらいました。はい、私フライングで食べちゃいました。いただきます。いただきます。麺が結構太いね。太い、焼きそば大好きです私。いただきます。おいしい。うん、かけた方がうまい。これ平べったい麺が、うん、なんかもちもちしてる、うん、かな。そうだね、うん、麺がもちもちしてカラユさんに工事をしてもらっております。ちょっと水が漏れますんで。はい、どうしたらいいですか。何かする。いや、どうしようもないです。何かすることはないですか。ちょっとないです。私ができることはありませんが。あるわけないです。頑張れ。邪魔。邪魔。電気つく。
雨弱かった、わあ。すごい。ここはもうちょっと深いとよかったっけ。スタイリッシュ、すごい、急におしゃれこれ使いやすいですよ、やっぱりねえ、うん、動く、動くんやん。選んだだけ開いてからこうやって、はい、かなり使いやすくなると思います。これ高さがやっぱり違って、ね、かわいい、ありがとうございます。すいません、何から何までいつもお世話になります。私の目に来てください。はい、ぜひ。はい、あくまさんはちょっとお座りください。はいはい、じゃあお邪魔します。はい、はい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 、これが冷蔵庫です。はいはい、はい、おおお、そう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 、はい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 、これ排熱は大丈夫ですか？全然大丈夫です。全然大丈夫ですか？これこうやって乱暴に、はい、閉めろとか言ったら全然大丈夫です。そんなこれね、ストッパーが効いてるの、はい、ここでこうやってちゃう、はい、でこれは向きを変えて、うん、本当はこうだったんですけど、はいはい、これ IH を煮込みにして、はい、ちょっと僕はスターバックス、スターバックス風に、はいはい、これ何回も作ってましたよ。これ何回直してた。ここでこう溜まってるわけです。こうやるとおお、なるほど。レコードレコードが出ちゃう。レコード乗ってる、すごい。で、これは消そう。ああ、あ、いいの、消そう。これはスターバックスに乗ってるのと同じなんです。あ、そうですか。調べました。これ厚塗りしてるんで、剥がれることないです。これ天井も塗ってます。あ、すごい。すごい。ね、全然別の車じゃない？うん。で、夜ね。はい。こうやるとね、おお、すごい。でここにパソコンもあって、あ、モニターだけですか？いや、パソコン、パソコンものって、すごい。でも運転してる時ガタガタになりますね。いや、ここはもうコーキングでくっつけちゃう。へえー。全然ビクともします。でここは、ここは何のスペースですか？ここですか？はい。これはあのバリ島イメージ。バリ島。はい。これも。こう引っ張ります。はい、ああそこ引き出せるようになってるんだね。来てる時吸収しちゃってね。こんな感じです。おー、どうですか？はいはいはい、そうこれね、ハッピーワンってほらここほら間のここまでじゃないですか、はい、でここの空間っていうのがほらあるから狭く感じちゃうんですよ。でこれニトリで売ってるんですけど、ニトリのマットってきったんこいくんですよ。へー、そうするとほら見てください、これ広く見えるでしょ。こんなに広くなっちゃう。この身長だとあっちからちょうどいい、うん、ジャストです、はい、こんな感じで、ここはヒノキの虫のヒノキです。ヒノキのいい匂いがしてます。こんな感じです、はい、すごい、はい、すごい。お父様はあの留守番でございます。かわいそうに。ただいまオフ会で来ております。はい、はい、たくさんの方に声をかけていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、外は雨なのでね、はい、ちょっと寒いですよね、うん、寒くて外にとても入れないので、私たちは今車の中で FF ヒーターをつけてまったり紅茶を飲んでおります、はい、皆さんからいただいたお菓子を食べております、はい、これ晴れてたらね最高なんだろうけど、ね、よかったけど ね、まあ、仕方ないか、うん、これもまた思い出ということで。そうですね、はい、皆さんのキャンピングカーの中身を見せてもらいまして、はい、こんなオフ会中ですけどちょっとうちも変えてみようかなということを今試したいと思います、はいはい、試してみましょう、はいはい、まずこれ本当はね、これカラユーさんのとこみたいにここにあるといいんですけど、はい、それは簡単にできないので、はい、
これは私たちでもできる移動です、はい、DIY というより、はい、エポカレさんの車内をちょっと真似て一回置いてみたいと思います。置いてみようと思います。どんな感じになるかね。よいしょ、はい、はい、このようになりました。どうでしょうか、アリサちゃん。いいんじゃないですか、これ。あ、ここに電子レンジがないだけですっごいすっきりして、すっきりするね。なんか広く感じます。そう、今まではここまであったんで、うん、もう部屋がここまでっていう感じになっちゃってたんですよ、うん、それがこうなんか可動域増えたみたいな、うん、広くなったね。こうやってパカって開けてこうやって取り出せますし、うん、取りやすいね、はい、やっぱエポカレさんが言ってた通りね、うん、ここに座っても何でもできちゃうっていうのが、動かなくてもね、本当にいいですね。原湯、はい、さん、有限室の、はい、焼肉、島根の和牛、はい、女のです、はい、おいしそう、ありがとうございます。いい匂いするもんね。いい匂いするもんね。いただきます。雨の中、いや、なんか上から撮るとめっちゃ炭素。柔らかい。柔らかい。おいしい。おいしい。うん。上食べる肉とは違うんだ。とってもおいしい。柔らかくてサシが入っていい感じで。おお、すごい。すごい画面がすごいよ。いい絵です、ほら。じゃじゃん。真っ暗です。今、配信をしているところです。化粧を落としました。はい、顔洗ってきました、はい、富士山の冷たい水で、はい、顔が凍りそうでした。この配置になってから初めてのベッド展開です、はいはい、こうやって見ると可愛いね、はい、こちらがね、はい、ある分寝るスペースがちょっと小さくなるんですよね、こんだけね、はい、まあ、女性なら余裕で寝れると思いますけどね、はい、はい、やってみましょう、はい、引き出します。はい、我が家のニューベッドができました。ニューベッドができました。どうでしょう。そこ防波堤みたいなの作って。電子レンジがちょっと出っ張ってて、このまま寝ると頭にこれがぶつかりそうなんで、ちょっとこのクッションで防波堤を作ってみました。それでこのまま寝てもですね、こんな感じで。全然余裕で寝れました、はい、足もですね、こんな感じで全然ついてません。余裕です、余裕です、はい、私たちは下戸で全く飲めませんので、はい、早々にこの中に入って寝る準備をしてます。皆さん楽しい声を聞きながら寝れます。はい、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。富士山が見えます。嬉しい。すごい。すごい。うわ、近い。こんな近くで見たの初めてです。嬉しい。来てよかった。来てよかった。なんか今雨もね、止んでるし。皆さん外ですごいすごい言ってたのがこれだったんだね。おはようございます。おはようございます。富士山が今日見えました。綺麗にね。はい、今はもう隠れちゃいます。ちょびっと見えてるかな。ちょっと見えてます。でも見れてよかったです。ね、ご飯食べましょうか。はい、顔も手洗いやすいわ。これ逆だった。手洗いやすいわ。はい、
これはもう洗わなくていいの、洗わずそのまま食べれるって感じ。出来上がりました、はい、富士山に見立てたボルケーノサラダとボルケーノ燃えてますけど噴火しなくてよかったよ。出来上がりました。ほらほらかわいいでしょ、これ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 、カラユーさんに作ってもらった、ありがとうございます、隣に直接入れって。いただきますか、はい、いただきます。どうですか、はい、ボルケーノサラダは美味しい。どうでしたか、オフ会は。いろんな方に声をかけていただき嬉しかったんですけど恥ずかしかったです。はずーっとみたいな。なんかどう対応していいのか分からずテンパってました。福井にいますとそんな声かけられることなんてほぼないです、ね、はい、ありません、全く。オフ会来たら私たちのことね知ってくださって声かけてくれてびっくりしました、びっくりしました。こんな経験は人生で初めてでした。初めてです。本当に本当にありがたいことです、はいはい、ありがとうございます。それとね、 YouTube で見ている人が目の前にライチョラさんとか、うん、T チャンネルさんとかめっちゃ面白かった。動いてる、喋ってるみたいな。でもおじさんが見れてよかったよ本当に、うん。昨日は雨すごくてね、うん、どうなるかとかと思いましたけど、朝はね、うん、晴れてはないですけど曇りで富士山も見えて、皆さん歓声上げてたもんね、うん、わーすごいすごいって。寝てたら寝てたらわーわーって声が聞こえてきて、何がすごいのかなと思って見たら富士山が見えてました。また天気のいい時に行きたいわね、ね、というわけで今日はこれで締めようと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんに声かけていただいて嬉しかったです。本当に嬉しかったです、はい、めっちゃ嬉しかった、ね、本当にいろんな人が見てくれてるんだなって実感できました、はい、頑張らなくては頑張らないとって思いました、はい、本当に。ではね、上に向けて安全運転で帰りましょう。帰りましょう、はい、今は岐阜県、鹿島インターチェンジを通っております。はい、もうすぐだんだん福井に近づいております。はい、もうここまで来たらもう迷いませんよ、私は。さすがの私も迷いません。はい、何回も何回も通いましたからね。ところでですね、はい、あと1キロで3万キロに到達します。そう、すごい。はい、少しで3万キロですよ。やってくれてありがとうございました。そちらこそ楽しかったので良かったです。初めてのね、はい、オフ会で緊張してましたけど、はい、無事終わって良かったです、はい、今度は一緒に行けるといいね。はい、激しい激しい激しい、これとても連れていけんよ、はいはい、最後まで見てくださりありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。さようなら、さようなら、バイバイ、バイバーイ。チャンネル登録。